野生のツキノワグマによる人身被害を防ぐ県の対策会議が富山市で開かれ、登山時のクマとの遭遇などに警戒を強めるよう呼びかけました。対策会議には県や市町村の担当者、猟友会などおよそ60人が出席しました。県によりますと、昨シーズンは冬眠前のツキノワグマの餌となるブナの実が2年連続凶作となり、クマの出没件数は過去4番目に多い599件で、6人が被害に遭いました。これからのシーズンは山菜採りや登山へ出かける機会が増えることから、山でクマと遭遇する可能性が高くなるとして周知徹底を呼びかけました。山菜採りがそのタケノコ取りに行くとか、わらびゼンマイ取りに行くと、わざわざ熊の生息地の山の中に入っていくっていう場合の事故が毎年発生します。これはもうブナの放鳥とは全く別問題で、熊がいるっていう前提で入るってことですよね。こちらのその存在を熊に知らせるような鳴り物、ラジオとか鈴とかつけて入る、それからもしもの攻撃のためにヘルメットをかぶるね、っていうようなことが必要。また県は去年新設した熊の誘引物となる柿の木の伐採費用の補助制度が被害防止の推進に効果があったとして、今年も継続するとしました。